ディナメ、シンガーは、イスラエルの弁護士。1976年、ミスユニバース世界大会優勝。1956年2月16日、ハイハチクキリットティブオンに生まれる。父は、イスラエル空軍の整備試験パイロット。母は幼稚園教諭。1976年7月11日、第25回ミスユニバース世界大会優勝。 決勝の質疑応答で行ってみたい国は、と聞かれた彼女は、恐れることなくこう答えた。アン、アラブカントリー、バッドシンス、I know it would be impossible for me, a country in the far east.1976 年、退官後にプレスにこう語った。I am no politician.I think my being miss universal ill show people.that, Israel has another side, not only all. また、賞金1万ドルの一部をイスラエルの負傷兵たちに送るプランも開示した。ミスとしての任期の後、ニューヨークに留まりイスラエル支援、ユダヤ機構の広報活動に従事。1980年、イスラエルに帰国。民間企業の広報活動を行う中、後の夫と出会う。1991年、テルアビブ大学入学。法学を学び、学士号を取得。 1996年、夫のビジネスの拠点であるオランダに移る。そこで家族法を研究し、修士号取得。2002年、イスラエルに帰国。テルアビブ最大の法律事務所に勤務。ある大会関係者によると、彼女がミスユニバースになったことは、外遊や個人的なスケジュールを考慮すると、途方もないセキュリティ上の問題を伴う。 別の関係者はこうも言った。パレスチナのテロリストから新しいミスユニバースを守るセキュリティプラン策定に取り組んでいる。彼らが最初に取った対策は体感式会場からテレビカメラを取り除くことだった。ありがとうございます。